11月の16日ということで、明日がみっちょの誕生日で、今日が20代最後の日。買ったものはですね、大きい箱、はい、中ぐらいの箱、小さい箱、リング入れるケースで、まあ中に詰めるもの、入れる袋、クラッカーがありのビールに似せた投げテープ。まずちょっと大きい箱に、こう中ぐらいの箱入れるんですけど、結構まあギチギチなんで、入ってますよ感があればいいんじゃないかな。よいしょ、こんな感じ。あ、これ逆からやんないとダメか。逆からですね、これね。まあまず、このバラ型のね、これ空っぽです。何も入れません。まあちょっとこういう昔買ったこう誤っているキーホルダーがあるんで、部長です。部長、はい、さよなら部長。はい、はい、ひどいな。ではこれでちょっと行ってみたいと思います。10代最後取らないの？取った方がいいんじゃないの？じゃあちょっと外出てみ。あ、ありがとう。なになに、わあ、ありがとうございます。取ってますよ。いや、まだこれ20代、さよなら20代。あと30分で、さよなら20代。あ、まあ、なんということでしょう。かわいい箱である。かわいい箱である。箱。箱ですね。ちょっと下に置こうかな。バラバラとバラ。さあ。はい。あ、なんですか、なんですか。ちょっと。バラの花だ、すごい、かわいい。なんか小箱である。あ、これも箱なんだ。箱だよ。まずバラを。バカ。あ、何も入ってない。はい、行きます。バカ。わー！おっさん！おー、かわー。これ、誰？部長です。部長。僕からのプレゼントはサプライズです。なるほど。うん。わー！さよなら！さよなら20代！ご近所迷惑だな。まあうちの近くじゃないからいいけど。まあ逃げよう。まあなんかいろいろ楽しい20代でした。